今日はグループ F を、グループ F を始めます。まあ、いつもと同じように、まずは順位を。ちゃん、こうなっています。1位パラグアイ、2位イタリア、3位スロバキア、4位ニュージーランドとなっています。今の順位を聞いて、した人は多いと思いますよね。ですが、僕の考えでは、パラグアイというチームは完璧にうまく形ができすぎて、おかしぐらいなんですよ。本当、バランスが良すぎるチームとして、それは世界最高峰だと思いますし、攻撃にしても、サンタクルス、バルデス、カルドーソ、カバニアス、4人も大きなタレントがいる。というし、ですけど、パラグアイというと、やはり守備のチームですね。なので、やはり、キーパーを中心とした守備も成り立っていますしね、はい。2位に来てしまって、と思われたイタリアはですね、ポット1に組み、困れなくてもいいぐらいのレベルだと思いますね。いくら前優勝したと言っても選手層が薄くなっていますし、バランスも悪いですし、組織力も成り立ってないですし、危険なことが多く、それにベテランが多すぎるのもちょっと良くないかなというところです。3位のスロバキアもこれは思ったよりいいチームなんですよ。スロバキアのチームは切磋琢磨、ンドリシックの2トップの他にもいろんないいフォワードがいますしね、サイドの動きもいいので、そしてなのいいので、トップ下のハムシクのパスがもっと際立ちますね。はい、このハムシクを中心とした攻撃はもう最強ですね。で、4位のニュージーランド。4位のニュージーランドは奇跡のワールドカップ出場の後、この舞台で経験をできればいいなという感じですね。ですが、意外と1点を入れたりしたり、意外とうまくいくかもしれませんよ。超守備型なので、ギリシャのユーロ2004のように奇跡が起こるともう分かりません。それはネルセンを中心とした強力な守備とスメルツ、ファロン、キレンの3トップは鋭いです。そんな3位になるなどにも夢じゃないとは思いますね。そしてスロバキアとパラグアイは、パラグアイが3位でもいいレベルと思っている人もいますが、このパラグアイは僕は本当優勝候補の裏本命に入れたいぐらいですから、入れてますから、このパラグアイは確実に僕はイタリアよりもレベルは上だと思います。まあ、そしてもっと細かいことを言うのと、順位の変動はですね、パラグアイはイタリアに勝ちか引き分けだと思うんですよ。で、イタリアは得失点差はちょっと不安ですし、スロバキア戦で勝てない可能性も 30% ぐらいはありますし、パラグアイはスロバキア、ニュージーランドには確実に勝ってくると思うので、はっきり分かんない。パラグアイがしっかり勝ってきて、やはりパラグアイの方は強いかなと思いますね。2位のイタリアですが、やはり去年の優勝チームとして、世界の強豪の一つでもありますが、まあ、パラグアイは僕が好きですしね、なんか。ですが、やはりパラグアイが強いのにはかなわないと思いますね。で、イタリアは
3位はありえないと思います。世界の大国の一つでポット1に組み込まれたレベルがあるので、いくらなんでも決勝トーナメントには行かなきゃいけませんし、目標は連覇ですが、まあ現実的な目標はベスト8っていう感じですね。結構ですが、このベスト8も他のスロバキア、ニュージーランドに比べてみればちょっと高い目標でもありますし、いろんな面で一応イタリアはベスト16にはいけますね。そしてスロバキア、このチームはですね、さっき言ったようにハムシクなどいろんなタレントが揃い、守備のチームであっただけに守備も強いですしね、いいチームなんですけど、上の2チームにはさすがにかなわないと思いますね。世界の大国とこのグループで1位になりそうなところ、さすがにかないはしませんね。で、ニュージーランドは1点でも上げられればワールドカップの大きな経験となりますし、大きな一歩となりますしね、はい、ニュージーランドはそういう面点で頑張ればいいなと思いますね。はい、まあこれで最後に順位を発表します。1位パラグアイ、2位イタリア、3位スロバキア、4位ニュージーランドとなっています。ではさようなら。